北斗七支保支店、神田明神、平野正門の将軍塚、兜神社、鳥越神社。日本最大の犯罪組織、ボンテ。賭博、詐欺、売春、殺人、どんな犯罪も裏には梵天がいると言われているが、警察でもその内容ひなが命令するね。マイキー様にピエンしてよ、はいね、君私のこと見てね。東京神楽坂な、はい、まだ見てるね。まだ私のこと見てるね。あなたの夜が明けるまで。壊れていたのは世界でしょうが。快活クラブ、徳島大学御光前店、いざ関西事変へ、天保元年、10月25日。は朝がやがってこない。だからあなたの部屋はもう聞けない。時が戻れば、なんて思いながら、私はあなたをこんな檻に閉じ込めてる。声がかけるまで歌い続ければきっと気がついてくれるよね。まだいつか光の降る街を手をつないで歩きましょう。空の青さを忘れるなんてもう全く本当にあなたはバカね。私のこと見てね、はい、まだ見てるね。まだ私のこと見てね。またいつか春の空を二人手をつないで歩きましょう。何も知らないあなたでいいの。私はどこにも行かないから。リリリリ君の幸せなんて願ってたあの頃に戻れないな。手を引いてくれたこと、あなたを忘れないよ。
リリリリリリ僕本当に君が好きだよリリリリ君はどう私もあなたが好きよミセスグリーンアップルの僕のことをアカペラで歌いますね今は伏見稲荷大社の近くの藤の森郷で歌ってます大森元樹くんバイモリ工人2022年1月16日曜日の朝7時37分僕のこと僕と君とでは何が違う同じ生き物分かっているでもね僕は何かに怯えているみんなもそうならいいな僕らは知っている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いて僕のことあの日の僕らのことああ僕と君とでは何が違うそれぞれ見てきた知識がある僕は僕として今を生きてゆくとても愛しいことだ賢人日の出だつかめんぞ天下武王こんな感じですねあのですねあの琵琶湖から流れ込んでいる伏見稲荷大社に流れているねあの流水がありましてですねそこの川でですね今藤の森橋ってところですねそこでですねあの、僕の好きなミセスグリーンアップル大森大輝くん大輝ちゃん元輝ちゃん元輝くんか元輝くんのですねあの誰だったっけ僕のことを歌いました、まあ、僕のことって本当にね自分のことですよねなかなかあの奇跡ってあのあれじゃないですかミラクルの奇跡もあるけど奇跡ってねあのまあ、歩んできた道のことを奇跡って言うじゃないですか奇跡まあだけどミラクルはなかなかおらんけど、まあ、奇跡は残るんでね過程ですねプロセスまあ残るって話の歌なんでものすごく僕感動した歌なんですけどねまあ皆さんもあのこの、まあ、朝からねちょっと変な歌声聞かせてもらって、ね、申し訳ないけどまあ頑張っていきましょう、今日はですね11月6日か、うん、ね頑張れ日曜日以上でした悲惨な出来事なんてあるのが当たり前じゃないこれだけの日をまた言ってきたのだからあんた